ハインリヒアドルフ・シュレーダーハインリヒアドルフ・シュレーダーは、ドイツの植物学者である。現在のニーダーザクセン州のアルフェルトに生まれた。ゲッティンゲン大学で医学を学び1795年に学位を得た。1803年にゲッティンゲン大学の准教授となり、ゲッティンゲン大学植物園長となった。1809年に教授となった。ドイツや、 国外の植物に関する多くの著作を行い、主な著作には、サータムハノバレーナムヤノバゲネラプランターラム、フローラジャーマニカ、フォートゥースゴティンゲンシス、システムティッシュゾンリングクリプトガミスチャーグッチスなどがある。1799年から1803年の間、ジャーナルフォーボタニーの編集を行い、1806年から1810年の アイダニュージャーナル・フォー・ボタニーの編集を行った。校舎は1818 18年にフローラとなる植物雑誌である。1804年にゲッティンゲン科学アカデミーの会員に選ばれ、1812年にプロイセン王立アカデミー、1815年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。1820年にドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。 アカネカの植物の俗名シュラダラバルやナスカの俗名シュラドランサスエーバートなどに懸命されている。シュラドは植物の学名で命名者を示す場合にハインリヒアドルフ・シュレーダーを示すのに使われる。ありがとうございます。